ソラ。待っててくれたの？ありがとう。ダメ。泣いたらダメ。ねえソラ。やっぱり、私、この夏休みも一人だった。友達と遊ぶ約束できなかった。みんな、私が普通じゃないって知ってるから。でもいい。私、一人きりで楽しいことする。自由課題は絵日記にしてね。楽しかったこと全部書く。みんなびっくりするの。ミスズちんと一緒に遊んでればよかったって。そうするから。そうするからね。あ、昨日の人。やっぱり、一人きりは嫌。一人きりで遊ぶのは嫌。私だけ一人ぼっちなのは嫌。私、あの人に話しかけてみる。あの人、この町の人じゃないよきっと。だから、私のこと、普通の女の子って見てくれるよきっと。話しかけて、もし、いい人そうだったら、遊ぼうって誘ってみる。それで、もう一度だけ頑張ってみる。他の人と一緒にいられるように、頑張ってみる。いいよね。そうしても、いいよね。私、行ってくるね。もう一度だけ、友達作ろうとしてもいいよね。夏休みが始まっちゃう前に。こんにちは。ところで、ん？何なんだそれは。空。空？そう、黒いところとか似てますね。いや、不吉なことを言うな。乗せてみますか？なんでそんなことしなきゃならん。かわいいのに。はぁ、ごちそうさん。はい。これ洗ったら遊ぼう。いや、あんまり長居すると。まだ大丈夫。お母さん帰ってくるのもっと遅くだから。違う、あまり遅くなると俺も宿を決めにくくなる。あ、なんだ。うちに泊まってください。あのな、俺たちは今日会ったばかりだぞ。それを止めるか。普通、私たち友達。違う、お母さんにはクラスメイトだって言うから。そういう問題じゃないだろう。お母さん、そういうの気にしないと思う。だから本当泊まっても大丈夫。あのな、大丈夫だから。疲れてるんだ。うん。すぐに寝てしまってもいいか。うん。夏休みに入ったら遊ぶ時間たくさんある。夏休み？あのな。じゃあ今にお布団敷くね。いつまで引き止めるつもりだあいつ。わ、
当にもう寝ちゃった。あ、帰ってきた。ソラ、落ち着いて、大丈夫だから。バイクで納屋に突っ込んだみたい。マジか。またお酒飲んでるな。飲酒運転かよ。ま、よくあることだし。ダメだろそれ。起こしてごめんね。寝てていいよ。お母さんには私から話しておくから。大丈夫なのか。うんうん、大丈夫。寝てて。楽しいこといっぱいだった。やっぱり私間違ってなかった。ユキトさんいい人。こんな私にも仲良くしてくれる。夏休みは長いから、もっとユキトさんと仲良くなって思い出作る。楽しい楽しい思い出。学校は明日で終わって、明後日から私の夏休みが始まる。おやすみ、ソラ。明日も楽しいこといっぱいあるといいね。